アルボンバーズ。さあ、それではお久しぶりでございますね、これね。お久しぶりでございます。お久しぶりでございます。さあ、僕本当あんまり状況を踏まえて喋っていい回なんですか？もう喋ってください。もう喋ってください。はい、喋んないと。いや、いつもなんかこの前僕が参加した時はなんかあのなんだ、江戸の言葉というか昔言葉じゃないとダメみたいな。はいはいはい。ああ、そう、縛り的な。それはそれでくくりはあります。はい、はい、まだ始まってないですか？そういうわけで今回は、はい、さすがみさみさん持ってますね。これも買ったやつですか？買ったやつです。マジで、すごいな。すげえな、すげえな。はい、バカの王様第10回公演。はい、はいはい、その前に実はこのようにこれが初演なんですよね。はい、はい、これは丸本の初演ね。そう、丸本初演で第6回のやつです。はい、それを再び今回はなんとダブルキャストで、これ裏か、うん、ダブルキャストでやってます。はい、そのダブルキャストちゃんとチーム名があるんだよね。そうですね、一つは熟成脚色組、はい、片や新鮮脚色組っていうね、はい、ちょっと対照的なネーミングだけど、はいはい、まあとにもかくにもまずはダイジェスト版を見ていただきましょうかね。はい、それではダイジェスト版いきましょうか。今回のマルクボンバーズバカの王様ダイジェスト版、こちらでございます。カツさん、やっと来たんですか？おはようございます。先ほど私おせんべいを頂戴。あ、ごめんなさい。うちの場合、朝夕の食事付きでお家賃13円。お母さん、はい、新しい人まだ来てませんの？早見幸太郎と申します。早見幸太郎さん。はい、3人。私が普通じゃないってこと？うん、あ、だめだ。うわー、ちいちゃん恋してるみたいやで。本当に申し訳ありませんでした。女にとってできる仕事はいっぱいあるしさけど僕は勝手に思ってるだけでいっちゃう。いっちゃう。何が変した？貴様か？五郎さんさ。はい。この時代は好き？好き。まあね、再演とはいえ、なんかやっぱ新鮮脚色組なんですけど今回、うんね、もちろん舞台でも見ましたけど、ちなみに今日いるのね、新鮮組は、はい、もみちゃん、まちゃ、そしてナス、うん、か、はい、ナスがまた消えた。あ、いた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 、はい、います。ちなみに僕ね、うん、今画面、うん、皆さん見えてなかった、画面が見られてたんですか？そうですね、うん、あ、今見れなかったか。僕見れなかった。あ、まあ、じゃあやっぱ更新した方がいいかも。五郎さん、はい、お父さんちょっと置いてましますか？え、いやいやいや、まあ、お父さんでもまあ大事なことは更新するとかそういうことかな、うん、どうなんですか、わかんないですけど。まあまあいいんじゃないの、その見て、まあ、カズマさんが止まったけど。そうですね、このまま行くと見れないかもしれないので、一旦再起動とかしてみてもらった方がいいかもしれない、パソコンを。行け、ナス、再起動。お父さん、早速。お父さん。3分で帰ってこい。3分で再起動できる。これは、なんだ。もしかしたらこれが最後になるかもしれない。マジで。ダメですよ、ダメ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 。いや、わかんないです。8月最後のナスビ。頑張って。8月最後ね。最後のナスビにならないように頑張ってみます。戻ってきてね、待ってるから。お願いしますよ。頑張ります。ナスの煮浸しはうまいよね。そこにつなげますか？うん、僕はね、おとといも食べたんだけどね。ちなみにそれにそうめんを入れて。自分で作って。そうね。自分で作るしかないです。うちナスビのことは嫁は嫌いなんで。自分で買って自分で焼いて、なんか九州のみたいになってる、九州の醤油かけて鰹節かけて食べました。美味しかったです。何の話や。私の画面でナスさんが固まったまんまなんですけど、うちもそうですね、こっちもそうですね。気のせいじゃない。サビさん何を食べてんだ。ナスのリビッタしか。ナス白玉です。白玉、白玉
白玉を作ったんですよ。白玉、この時間に白玉を食う少女。全然買えます。味付けは何？味、あのフルーツの缶詰一緒に入れてるんでシロップ漬けみたいな。立派なスイーツじゃん。いいですね。そう、さあそれじゃあそろそろ行きましょうか。今日はですね、じゃあね、テーマとして、そうよ、明日でね、あ、もうこれちょっとあれだけど、夏休みが今日で終わりじゃないですか。ああ、ね、嫌な日なのよね、31日とか。で息子がこう宿題に追われて、こう作文とかやっててそれを見てて、ちょっとこの読書感想文的にこのプレゼンはしてもらおうかなと今日思って、白い紙を用意してもらったわけです。ああ、なるほど、手紙かと思ってたわ。お手紙でもいいんですけどね。でも読書、お父さん手紙読むから最後に、そうだからそれにもどっちかなと思ってました。そんな感じで今日は行ってみようかと思うんです。はい、はい、じゃあまずさおちゃん行きましょうかね。はい、お願いします。はい、これで動画をご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンもお願いします。アルフトボンバーズのその他の活動は概要欄を確認してね。 Twitter、Instagram も登録よろしくお願いします。聞き分け